本当にいいのかい？けれど、そんなことをすれば君は。言ったはずだ。もう戻るつもりはないと。剣を奪ってどうするんだい？僕は君と出会わなければよかったのかもしれない。お前を巻き込んでしまったことは悪いと思って。だな。いや、いいんだ。元を正せば僕が君に剣のことについて話してしまったことが原因なんだからね。これはきっと運命だったんだよ。あ、変な意味ではないからね。ただ偶然はそれが起きた時に必然となる。どんなことも偶然ではなく、運命は必然の上に成り立つ。ならば僕と君が出会ったこと、ここで君が剣を手に入れることも、全ては必然だったのかもしれない。そう、神が報いを受けることも。話はそこまでだ。行くぞ。そうだね。きっと運命が導いてくれるだろう、僕たちのあるべき未来へ。抜けた。なぜ封印を解いた？お前が神か。その剣、なぜ封印を解いた？黙れ。俺
こそうとし、自ら前に進もうとする意志と、それらを現実のものとするため、道を切り開く者のみに与えられるもの。神、誰であなた、他者に与えられた奇跡に何の意味。人の時には奇跡を起こせる。しかもどれほど人の血をすすれば気がする。流された血が大地を追い、世界を沈めるまでか。世界を滅ぼし、人を滅亡させてもまだ足りぬというのか。神ならば奇跡を起こせ。奇跡を起こせる神ならば不要。人と等しくその身を土くれとせよ。様のしもべ、闇の中にあり、闇を世界にもたらすもの。
一つで。